ご案内いたします。ご乗車ありがとうございます。特別急行列車の東京スカイツリー発横浜根岸行きでございます。22時59分、スカイツリーを帝国に発車をいたしております。これより終着横浜まで玉丸前駅と、その到着時刻ご案内をいたします。次、上野です。上野には23時15分の到着です。上野より首都高速に乗りまして、横浜公園ランプには24時35分0時35分の到着です。終点横浜根岸0時46分終点の横浜根岸には0時46分の到着でございます。電車全部で7両で運転いたしております。一番前から1号車、2号車で、一番後ろ7号車でございます。一番前から1号車、2号車、3号車、普通車の指定席、4号車、グリーン車です。自由席は後より3両、5号車、6号車、7号車が自由席車でございます。指定席をお持ちの方はどうかお確かめになってください。号車番号札はドアの上の方に、座席番号札は窓枠の上の方にそれぞれ記してございます。お客様の中で時間の都合、乗り継ぎ等で乗車券、自由席特急券をお持ちでない方、またお手持ちの定期券など変更の方、車種を通りました際にお知らせください。この列車には食堂車の連結はございません。食堂車ございません。車内販売は後ほど係員の者がご案内をいたします。皆様方にお願いいたします。綺麗な車内で楽しい旅行をしていただくため、途中できましたお弁当の殻、ジュースの空き缶、またお読みになりました新聞紙、週刊誌等ございましたら、各デッキのくず物入れへ押していただきますようお願いをいたします。また貴重品、現金などは身近に置かれまして、お降りの際には車内にお忘れ物、落とし物ないようご注意ください。また貴重品、買い注文などはお席を離れる際は必ず身につけていただいて、盗難事故にかからないようにお願いをいたします。この列車の乗務員、運転手、横浜根岸運転所森作と、車掌は根岸運輸区の森作が終点の横浜までご案内させていただいております。お待たせいたしました。特別急行列車スカイツリー発横浜根岸行きでございます。次は上野でございます。ご乗車ありがとうございます。